だからそれで言うとさ、ハンジフリック、俺多分だけど、ハンジフリックがやれることやったのよ。だってこれミスったのドイツ戦ってなるけど、ドイツ戦も前線の運動量落ちてきた時にそこフレッシュにするための交代しててさ、ただ選手たちの裏ケアができなかったり、前からプレスがちゃんとはまんなかったりしててこうなるから、ハンジフリックでもやっぱその一個で終わるのがワールドカップなんよね。今回ハンジフリックが完全にミスったのってさ、 ねだってあれミラーもだってコンディション的に90分無理だったでしょってなるとそこを変えてさ、あのー、コンディションいい選手入れたはずなのに、その選手たちがプレスかけないとかさ、ハンジフリック解任されて日本の監督になるみたいな。ちゃんとサッカー見てたらハンジフリックにもうちょっと任せますけどね。だって途中就任ってさ、世代的にめっちゃいいかっていうとちょっと苦しい世代じゃん。タレントの質的に一番いい時のドイツに比べると。もうン世代任せますけどね、これこそ。